開会式の一例開会式とは、イベントや、競技会の開催に先立って行われる式である。主にイベント初日に行われるが、イベントによっては開催前日に行われることもある。開会式の時に行われる式典では、開会宣言、国旗掲揚、来賓祝辞などが行われる。その後、アトラクションが行われる場合もある。競技会の開会式では、選手入場や、 選手宣誓などが行われる。入場順は、都道府県、市町村順、開催地域の公用語順、過去あるいは直前の成績順などがある。例として、近代オリンピックでは先頭に、ギリシャ、開催国の公用語順最高日に開催国という順で入場する。特定種目の競技大会においては、合わせて、前回の優勝クラブ、または国、地域から優勝期、 トロフィーなどの返還も行われる。NHK 紅白歌合戦においても21時スタートだった昭和の時代には開会式があり、出場歌手全員が勢揃いして入場更新、前回優勝チーム司会者からの優勝期返還、代表歌手の選手宣誓が行われていた。特に1963年のそれには東京オリンピックの前年であり、 近代オリンピックを意識した聖火ランナーの更新が行われていたが、現在の19時代のスタートになってからは、時間的な制約上、優勝期返還、選手選生が省略される場合が多い。ありがとうございます。